ズーム速度が変えられるようになりました。その解説をします。まずこの画面で下にですね、画面スワイプします。そして設定をタップですね。そして右下アクセサリーをタップします。そして左下ですね、これジンバルの絵なんですが、こうですね。ズームとジンバル、二つありまして、両方5となってるんですね。ファームウェアがアップする前は、ジンバルの動きが早い遅いだけで、ズームはなかったんですね。今回は速度がですね、10段階で変えられるようになっています。まずズームの方なんですが、遅い方で1ですね。そして、一番早いのが10という風になっています。デフォルトで5ですね。それでは一番遅い1なんですが、これでズームをしてみると、それではズームしてみますね。1なんですね。かなりゆっくりになっているのがわかるかと思います。ここで最大ですね。引きます。これで戻りました。かなりゆっくりですね。それでは次に一番速くしてみます。下へスワイプ、設定ですね。アクセサリー、ジンバルの形、ズーム、10にします。これで戻しますね。10だとどんな風か見てみます。かなり速いですよね。こういう速度です。デフォルトが5なので、5に合わせておきます。このようにですね、ズームの速度を変えられるようになりました。5でね、ちょっと早かったんで、私はきっと3か4ぐらいがちょうどいいのかなという感じがします。3だとこうですね。ああ、いい感じですね。3ぐらいですかね。これがズームの速度の変え方です。今からズームをかけます。ズーム速度5だとこの程度の速さなんですね。それではズームの速度を1にしました。だいぶゆっくりですね。次にズームの速度を3にしました。次にズームの速度を8にしました。だいぶ速いですね。ズームの速度を10にしました。次にジンバルの動く速度を変えたいと思います。先ほどのところと一緒ですね。
上にスワイプ、下にスワイプして設定ですね。アクセサリーで、ジンバルマーク、そして今5になってますね。これがやはり1からですね、1から一番早いのが10なんですね。それでは今は1にします。一番遅いですね。これが一番遅い。じゃあ下へ上へ動かして、かなりゆっくりですよね。これが1の速度です。それでは10の速度で見てみましょう。これ10ですね。お、早いですね。10だとかなり早いですね。今までジンバルの動く速度っていうのはあまり気になってなかったんですね。ですからこれは、デフォルトの5にしておきます。こちらも10段階で調整できるようになりました。次にジンバルの速度をデフォルトの5のままで動かしてみます。これが5ですね。次にジンバルの速度を1にしました。かなりやっぱりゆっくりですね。次にジンバルの速度を3にしました。次にジンバルの速度を8にしました。次にジンバルの速度を10にしました。このようにジンバルの速度も10段階で調節できるようになりました。